ございます。花澤香菜です。では、ありがとうございます。じゃあちょっとね、まだまだ長いですから、ちょっと座りましょうか、一回ね。ありがとう。はい。そうよ、膝疲れちゃうからね。はい、ということで、初っ端なギターから、登場しましたけれども、私はギターがなかなかね、上手に弾けなくてね、でもやっぱ、沢橋さんがね、あ、ギターバンマス、沢橋義之さんです。こんばんは。どうしたどうした。いや、沢橋さんが、うん、私にわざわざ手書きでコード表を作ってくださって、はいはい、覚えやすいようにそう手書きのやつを渡してくださって、うん、それで覚えたりとか、あと手元を撮影させてもらったりとかして、なんか携帯で撮ってましたね、僕の手をね。そう、はい。でも皆さんギターやったことある、やったことある人いる。あ、そうよね、ね、誰もが一度はねやってみたいぜって思うと思うんですけど、なんか、あ、そう、授業でやった、私も授業でやった。そう、その時以来かな、なんかチェリーのね歌とか、あ、そうそうそう、なんかやったけど全然忘れちゃうよね、ああいうのね。そう、でもそれ以来練習して、ちょっとまだまだカクカクしちゃうので、もうちょっと練習したいなと思っております。で、この新宿文化センターでライブをするのは2月のバースデーコンサート以来ですが、あ、それ来てくださった方とかいらっしゃる。あ、ありがとう。あ、結構いる。ありがとうございます。もうね、それはそれは幸せな空間で、そこんなに大勢の方にねお誕生日をお祝いしてもらえるなんて、素敵な、イベントだったんですけれども、それ以来で、そう、私はそれでみそじになったので、みそじになって早2ヶ月でございます。ありがとうございます。そうなのよ。でも今朝ね、ちょっとこれはみそじかなって思う出来事があったんですけど、ちょっと早く起きて今日喋ることとか歌のこととかを整理しようと思ってコーヒー屋さんに行ったんですね。で、みんなやっぱ休日だから結構お客さんいて、あ、いいなと思いながらコーヒーをねちょびっと飲んでゴクってしようと思ったら、なんかタイミングが合わなくてできなくて、うん、ポコってなっちゃった。ちょっとご縁通だっけって言っちゃって、ね、気をつけてください。はい、本当に。で、隣のお姉さんがビクってなっててごめんなさい。でもね、味噌汁なのでね、もうそんなこと全く気にならないっていうね、はい、そういうつもみ強みもありますよね。こうポーって なるから気をつけてね、みんな。私の生態だけかもしれないけど、うん、はい、ということで、あとね、アーティスト活動8年目に突入しました。ありがとうございます。いや、何でも続けるというのはなかなかこう険しい道ではあるけど、でもとっても楽しいから、なんかやっぱなんだろう、まあ、声優をやれたからこそ音楽活動もできている、この状況で、でもなんだろう、声優のお仕事もとっても楽しいんだけれども、音楽活動がなかったら多分こんなにもっともっと今ね、今楽しいの、私の人生楽しいなって思うの、それって多分音楽活動があるからなんじゃないかなとしみじみ思っております。なので8年目も、楽しく、いろいろやりたいと思っておりますので、皆様ぜひ、ついてきてください。よろしくお願いします。今日がココベースツアー最終日なんです。で、愛知、一宮公園、甲州、上海、仙台、一昨日の大阪と回ってきました。結構ゴールデンウィークっていうのもあって、大阪までの新幹線がもうみっちみちですごかっ
ったです。あのね、来てくださった方は分かると思うけれども、いやーなんか みんなさ、実を言うと休みなの？どうなの？分かんないんだよね。ほら、あー待って、一気に言わないでえ、どうなの？明日から3日間仕事。あー応援してあげて、頑張れいいね、今ね、あのこう胸の奥から出てきた感じね。そういうのあるよね。そうですよね。ん、仕事ある？仕事あるよね。いや、うん、有給してんの、みんなありがとう。大事な有給を使ってここにやってきてくれて。本当だよね。多分ね、かなちゃん、今日は皆さんお休みだと思いますよ。あ、本当？うん、あ、でも多分仕事によって様々ですよね、きっとね。今日が普通にお休みの人と、まあ俺たち働いてるもんな。そうですね確かにねはいはい、そう、あの、あ、だ、いけないわ、喋りすぎちゃうの、ダメよ。はい、で、あのあの大阪の打ち上げもね、あのものすごく楽しかったんですけど、あのおばんざいの美味しい居酒屋さんにみんなで行きまして、みんなさ、ヤタガラスっていう日本酒知ってますか？私初めて飲んだんだけど、美味しいのね。スイ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 飲んじゃってね、ええ、いや今日のためにね、蓄えといたんだよアルコールをね、はい、あ、そう、アルコールばっかり飲んでたわけじゃなくて、タコ あの煮物とか美味しかったですね。あとなんかね、あの風呂吹き大根にさ、あ、上にインゲンがいっぱい乗ってて、それで大人インゲンとか言って、本当にあのね、本当にね、いや待って待って、はい、おじさまたち、あのね、本当におじさまたちが集まってるんだから、もうね、大人インゲンって言ってましたすいません、本当に。いや、よかったですよ、大人人間の前にこれをみんなに言わなくて。そう、みんな多分インゲンが頭の上に浮かんじゃって大変ですよ。それぐらいの節度はありますよ。そう、ありがとうございますそう、あの佐橋さんがインゲンの着ぐるみで出てくる説もあったんです。なんだそれ私のあの衣装替えとともにね、インゲンこうやっていくの何の意味があった何やってんだろう、あの人ってはい、話を戻しますとですね、はい、私の、初の中国公演がありました、中国ね、あのなかなか中国でライブをするという機会があの初めてだったもので、中国でずっと待っていてくれた皆さんにあの感謝の気持ちをこう伝えたいとか、歌を届けたいという思いが、あの念願が叶ってとても嬉しかったです。で、中国のみんながね、こう歌を日本語で歌ってくれたり、あの日本語で声をかけてくれたりして、もうすごいのよ、みんなアニメを見てさ、日本語を覚えてるんだよね。でさ、あのコーラのレスポンスとかもさ、すっごい日本語でね、ちゃんとリーボンとか言ってくれるの。本当にね、偉いもんだと思って本当にありがたやって思ったんだけど、そう、あの私も実は中国語を特訓してて、MC で喋って、あの伝わるかちょっと不安だったんだけど、でもちゃんとこう成立してたので、あ、よかったと思って、そんな感じでね、回ってきたツアーですけれども、ちなみに今日私のライブに初めて来たよって方いらっしゃいますか？あらあら、ありがとう、あ、ようこそ花沢の世界へ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。なかなかね、あの新しくこう行こうっていう気持ちになってくれると、あの私自身も嬉しいので、仲間がいっぱい増えるのとても嬉しいので、今後ともよろしくお願いします。なんかあんまり決まり事とかありませんので、あの決まり事ないとは言いつつ、みんなの連携が素晴らしいので、あのあるような感じもするのですが、でもね、全然自由に楽しんで、いただけると思いますので、よろしくお願いします。では、じゃあ呼んでみてもいいかしら。男の子、あー、いいね。でもね、もっと大きい声出せると思うな。男の子、すごいありがとう、いいね、元気をもらったよ今。じゃあ女の子、大丈夫か？あ、大丈夫です。ああ
いけない。いけない、いけない。あなたの方が可愛いって、やだ。行くよ。女の子。はい、ありがとうございます。あいやー、いいね。あの寝顔枠はここで一杯やりたいよね。女の子、はーい、食い。そう、あ、ダメだわ、また喋っちゃった。あ、じゃあこれも一応聞いていい？他の国の子。あ、いや、結構いるじゃない？嬉しい。え、ちなみにどこから来たの？中国。タイ。サウジアラビア。君はこの前来てくれた子だよね。あの遭遇するの3回目でございます。そうだね、ええ、ありがとう、本当に。俺が差し入れは油田にしてくださいって言った。もうさ、ね、いやでもね、なかなかこう、すごいね。いいね、いや、いいよ、すごくいい鉄板挨拶があるっていうことで、本当にありがとう、ありがとうね、遠くから来てくださった皆様も本当にありがとうございます。ということで、ニューアルバムココベースは皆さん聞いてくださっていますでしょうか？ ありがとうございます。今回私の生活のベースになっている音楽を生み出した皆さんにお願いさせていただきました。で、今もね、バンマスをしてくださっている佐橋義行さんがつなげてくださったご縁で、実現しました。パンフレットに、1曲ずつね、インタビューが載っていて、それに詳しいことが書いてあるので、ちょっと読んでみていただけたらと思います。ここまでフジファブリックの山内総一郎さん作詞作曲のマイソング、そして岡本須の浩輝くん作曲、翔くん作詞のチェンジ、そして在日ファンクの浜野健太さん作詞作曲のパン、チャットモンチーかっこすみの橋本恵里子さん作詞作曲の大人人間、大人人間じゃないよ、を歌ってきました。そうですね、まあレコーディングの話とかもいろいろありますけど、さっきね、橋本恵里子さんからお祝いって言って荷物をいただいて、開けてみたらめぐりズムが入ってて、はあ、うん、幸せって思いました。ありがたや、よかったですね。はい、よかったです。じゃあちょっとの曲でもいいですか？そうですね、そう、はい、その素敵ですね、はい、ここからね、アコースティックライブコーナーに行くんですけど、そのチャットモンチーの染まるよという曲を歌います。はい、これ11年前にリリースされた曲なんですけど、恋の月っていう漫画原作のドラマあったの知ってますかね。それで、その7話のエンディングで主人公の和子ちゃんがこの曲を口ずさんで終わるんですよ。そのドラマの監督の一人が、新しい歌とか春に愛される人に私はなりたいの監督をされていた坂井真衣さんで、そんなつながりがあって、なんかうおーと思って、で歌いたくなってしまいました。ということで、いきますか。あ、ちょっと待って。聞いてください、染まるよ。歩き慣れてないよ道をふらりと歩きたくなって蛍光灯に照らされたらここだけ無理してるみたいだ。大人だから一度くらいタバコを吸ってみたくなって月明かりに照らされたら悪いことしてるみたいだ。あなた
しみるよ、苦くて黒く染まるよ。ここでメンバー紹介をしたいと思います。あ、はい、パーカッション高橋優子、優子の字が、結ぶに子で、けっちゃんと呼ばれております。はい、けつこです。けつこじゃないです。けっちゃん、はい、けっちゃん笑顔がとっても素敵でしょ。なんかね、話しかけたくなっちゃうんですよね。そう、あ、なんかこういうところでね、褒められるのがね、みんな嫌だって言ってたんですけど、褒める言葉しか出てこないね。はい、けっちゃん今日もよろしくお願いします。ピアノ斉藤優太、ありがとうございます。そう、優太さん、大阪公演で私がワンピースの、ゾロの冷静沈着なでもこう心強いかっこよさと、サンジのちょっとこうセクシーな感じを、兼ね備えた人物、まさにイケメンってご紹介したんですけど、そしたら優太さん袖に帰った時にワンピース読んだことあるってみんなに聞いてたんですけど。面白いのでぜひ、はい、はい、心して読ませていただいて。斉藤優太さん。そしてユーフォニアム坂東智彦。坂東さんもみんなにゴンちゃんゴンちゃんとね言われていますよね。そう、近藤さんは本当にね、お酒を飲むとね、よりお茶目になる方で、この前は言ってもいいかな、大阪公演ね、ちょっとこうみんなで楽しくお酒を飲んで、でなんかフラッとどこかに消えたと思ったら、スーパーで新玉ねぎを買ってき来られて。失笑ですよ、失笑。え？失笑ですよ。失笑？失笑じゃないですよ。意味がそう。そう、意味は分からなかったんですけど。僕も分からない。でもなんか嬉しそうに新玉ねぎ買ってきたってヘロヘロってなってて。可愛いですよね。すごいよね。次多分ね、
春キャベツ買ってくると思う。春キャベツ買ってきます次季節物をそうそうそう、あ、読むと買いたくなっちゃうタイプ。帰り大変な人思っててねえ、そうですよ、あのみんなに新玉ねぎ持ってるって確認されてましたから持ってねえ、ということで、このメンバーで続いてはココベースより教えてという曲を歌います。作詞作曲関取花さんです。関取さんはですね、私がラジオで生歌を聴いてそれがすごく素敵だったので、それがきっかけでこういつかご一緒できないかなと思っておりました。教えてという曲のテーマは私からお願いして母親に噛んじゃった、母親に向けたものに、してもらいました。私の母はですね22歳でこう私を産んで育ててくれて、ね、私もとっくに30歳になっちゃって、で、で22でね育てるってなかなか大変なことだと思うんですけど、そういう強さだったり私の人生の大事な場面で無理やり背中を押してくれたその優しさを本当はすごく尊敬しているんですけど、でももう30になるのに、なんだかこう素直になれなくて、で喋っているんだけど、でも母もあんまり私のことをね頼ってくれないんですよ。そうだから似てるんだなと思ってもう私大人ですから頼ってくださいはい、そういうね気持ちを汲み取って作ってくださった関取さんの、ドキッとする素晴らしい歌詞にも注目して聴いてみてください。教えて。私になれるから誰かに
ありがとうございます。ではここでベースの井上富夫さんをご紹介します。あ、いた、すみませんはい、お願いします。こんばんは富夫さん、ダンディーでしょもうね、ダンディーなんだよそこですか。え、そこですか。そこなんですよ。そう、あの大阪公演でも言ったんですけど、あの近藤さんは酔っ払って、あの富夫さんの肩にスーってこう、あの肩を借りてスーってこう、あの甘えている姿を見てからですね、ほら、怪しい関係に。怪しい関係じゃない、そういうこと言うと。いや、そうでも別にいいんですけどいいんですけどもあのでも本当にあのみんなの頼れる兄貴という感じでございます。ありがとうございます。ベース井上富夫この素敵なメンバーでココベースよりタクト聞いてください。なんでだろう、今あなたを思い出してるよ。覚悟だけが足りないものなの。カバンにはほら書き殴ったままの未来図。息を吐いて叫ぼう、私を変えられるのかな。そんな風に
される人に私はなりたい。蘇る希望を繰り返す糸、小さくてもいい、頼りなくてもいい。美しく生きてゆく一人に私はなりたいを聞いていただきました。衣装替えまして、ちょっとカエルっぽいでしょ。かわいいのよ。なんかこれいいよね。そう、あのね、私は小さい頃オタマジャクシをカエルに育てるのが好きで、そう、近くの田んぼにこう取りに行って、でさ、オタマジャクシからさ、あの手足がピョって生えてくるの、あのなんかこう、あの時ってさ、一番可愛いよね。わかる？可愛いよね。あれもう一回やりたいな。ね、田んぼね。田んぼ。ちょっとごめんなさい、田んぼに思いを馳せてしまって。はい、ということで、もうなんかちょっと涼しさも残ってるけど。もう夏になるんだなっていう季節になりましたね。うかうかしてらんないね。夏ね、いろいろ新しい仕事もあったり、5月から、ナレーション番組、始まります。バックステージというね、はい、あれ、いろんな人のお仕事の裏側を追っていくドキュメンタリー番組で、それを毎週担当させてもらえるのがすごい嬉しかったりとか、あとは、そう、シェイプアップね。シェイプアップ。シェイプアップ大事なことだからね。はい。そうなのよ。なんかやっぱりさ、こう、お食事をさ、こう抜くだけではさ、だんだん痩せなくなってきたよね。ねえ。ねえ。だからね、やっぱね、私はピラティスを頑張るよ。いいの、なんていうの、別に多方面に向けてシェイプアップしたいわけじゃなくて、身近な人、例えばみんなのような人に、ちょっとかなちゃん太ったけど言いづらいなみたいな思いをさせるのが嫌なの嫌なの、それが嫌なの。だからちょっとね、みんなをがっかりさせないためにもちょっとね頑張ろうと思っております。そうね、まあ、なかなか体のラインが出る服を着ないのでね、別にいいかとも思うんですけど、でもね、ちゃんとしてますので、安心してください。あ、安心してください、シェイプアップしてますよ。あはい、そして30代の、大きな目標をちょっと、お話ししようと思うんですけど、一つは中国語を話せるようになること。はい、ありがとう。ちょっと
ね、30代ちょっと10年かけてじわじわやっていこうと思うんですが、そうね、今はまだね発音ばっかり練習してて、振り仮名がないと発音記号がないとちょっとまだ喋れないので、まあ単語を覚えたりとか自分で文章が作れるようになりたいなと思っております。中国公演もね、もうちょっとこう自分の言葉でペラペラ喋れたらなと思ったので、そう、あと中国の SNS ツイッターみたいなやつがウェイボーって言うんですけど、それもアカウントを持ってまして、そう、何が書いてあるかなってこうコメントを見たりするんですけど、ね、言ったかな、老婆って感じあるでしょ、おばあちゃんの老婆ね、そう、ん、なになに、お嫁さんの意味、そうなの、私はね、俺の嫁って意味だよね、老婆って。そうなの、いや、そうなのよ、いや、だからね、私はコメント欄を見てね、かな、老婆って書いてあった時にそう、日本ではね、おばあちゃんって意味だから、そう、びっくりしちゃって、はぁ、老婆と言われておるって思ったんだけど、ちゃんと調べたらね、嫁だった、よかった、そうで、ウェイボーでさ、こう、それ以外にも結構美女の写真とかを、ね、調べるのがすっごい楽しくてね、みんなもやってる？やってるよね、きっとね、ね、あれ見るだけで癒されるよね、なんなんだろうね、はい、ということで、ちょっと脱線しましたが、中国語を勉強したいと、あともう一つの目標は、肩の力を抜いていろんなことに挑戦していこうと思っております。何事にもちゃんと準備をしてね、背伸びしないで地に足つけてやっていきたいと思っておりますので、これからも、頑張りますので、ちょっとよろしくお願いします。はい、では、ここからちょっと盛り上がりの波を、また作っていきますので、岡村康之さんと大貫妙子さんとのコラボが実現したミトンも歌いたいと思います。あ、じゃあいいですか、立っていただいてもありがとうございます。いや、いいですか、皆さん盛り上がる準備はできてますか、できてますか、できてんのかこれありがとう、じゃあ、聞いてください、ミトン。
チーチキトンタン。
改めまして、今日は皆さん本当に来てくださってありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。よかった、私もめちゃくちゃ楽しかったです。どうもありがとうございます。はい、ということで最後の曲、
くアンコールしていただいたので、あの曲を歌おうと思っております。違うかも、千里の道の一歩から、石のように硬い
して久々の We Are So In Love 歌わせていただきました。あー楽しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあグッズの話もしようと思ったけれども、本当にいつもみんな持ってくれているので、はい、割愛します。ありがとうありがとうありがとうね、本当にいつも。はい、パンフレット見た？あの豪華な作品やで、あれはすごいよねあのいろんな私 の, あの関わってるアニメの、作家さんたちにお願いして、寄せていただきました。本当にあのちょっとじっくりね、あのこれからも見ていてほしいなと思っております。ということで改めまして今日は来てくださってありがとうございます。ありがとう。私にとってココベースの曲たちはあの新しい曲なんですけど、あの実は自分の中にずっとあったような、なんかこうあの苦楽を共にしてきたような感覚のする、曲たちなんです。なのでこれからもあのきっといろんなところで歌っていくと思いますので、あのその時に何だろう、あの私が結構今回のアルバムで30歳の決意表明みたいのも入ってるんですけど、これから私が年を取ってどういう風に歌えるのかとか、あのみんなにどういう風に聴いてもらえるのかがすごく楽しみなアルバムになりました。そんなアルバムを引っ提げての、ツアーがあのこんな素敵な形であの終わることができてとっても嬉しいです。どうもありがとうございます。ココベースより、サーイさん作曲私作詞の Ready to Go という曲を歌ってお別れです。私がこのアルバムで表現したかった、気持ちが詰まっております。自分のちっぽけさを思い知って足がすくんでしまう時でも、あらゆる方法で自分を励まして、少しでも前に進みたいと思っています。そうして頑張っていたら誰かがきっと見てくれているものだと思います。そうですね、あのみんなの応援は本当に直接私の力になってくれているし、あの私も勝手ながら皆さんのことを応援しております。お仕事頑張ってね頑張ろうねいやそうなの、本当にあの誕生日の時にいっぱいお手紙をいただいて、 それをあの最近読み終えたんですけど、うん、もうなんかあのあ一緒に人生を歩んでいってくれてるなっていうか、そんな重い感じじゃないよ、あのなんかこう日常にあの少しでも私の声があのいられるんだなと思って、あのすごく嬉しい気持ちになりました。そしてジーンと来てしまいました。あの本当にどうもありがとうございます。この Ready to Go という曲、あの最後のコーラス部分、みんなも歌いやすい、メロディーだと思いますので、一緒にぜひ大きな声で歌ってみてください。散んで走ろう、
度バンドメンバーとダンサーお二人ご紹介します。ユーフォリアムフリューゲルホン権藤智彦、ドラム高橋優子、キーボード斉藤優太、ベース井上富夫そしてダンスリサピしましょう。けっちゃんそこをなんとかそこをなんとかやったよしなになに、なにやってたのえ、なにやってたのグーってやってたやばいんだって、かわいいんだって本当にもうね、あのリサピとアヤカかわいすぎなんだってよしI'm not afraid to die.
てくださったメンバーとダンサーの皆さんに大きな拍手ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとう。もう一曲すいませんいいですね、今完全にコントでしたねよし、ちょっとね、サハイさんを呼び止めてもう一曲やりたいと思います最後の最後でございます、おやすみまた明日という曲です、皆さん毎日健やかに眠れますように。眠くなる前に少しだけほっと一息、何も考えずに好きなことしてみようかな。時間に何か食べたり夜の散歩でもしてみる。それとも大好きなあの本をもう一度読もうかな。あとそうだな、でも今日はもうこのコンサートの余韻で明日の朝ごはんに食パンは食べようかなすっごいね、でっかい一斤の食パンをね、あの大阪公園にあの来てくれた友達からね、あのお土産でもらって、そう、それをね今朝あのちょっと切って食べてきたところでございます。いいね、朝ごはんにあの楽しみを持ってくるっていいよね、罪悪感ないしねはい、そうですね、サハイさん、はい、なんすか、本当にありがとうございます。こちらこそこれ、もうね、これ引き続けてるからさ、そうですよね、ごめんなさい、ギターマンダーだよね、ギターマンダーみたいになっちゃう、すいません。いやでも本当にね、サハイさんにはいろいろ助けられてばっかりで、たくさん素敵な力を貸していただいて、いやもうこちらこそありがとうございます、感謝ばっかりでございます。いつもくだらないことばっかり言っててすいません。そんなことない。いや本当だったらもっとふんぞり返ってオラーなーって言ってていい人なんですけど、まあ似合わないからな体型的に、そうじゃ体型的にとか言わないいやそうなので、あのこれからもどうぞよろしくお願いいたします。顔から火が出ちゃうような失敗をしちゃったとしても、仕事が思うようにいかなくって泣きそうでも、大切な人に素直になれなくて落ち込んでも、大丈夫きっと明日はきっと大丈夫、
さん今日は本当にありがとうございました。これからも音楽活動8年目も、パワフルに頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また